こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日はサポートの使い方について、質問は気軽にしてください。商標チェックがね、うまくできないという質問をいただきました。で商標チェックしたい商品の URL をチャットワークにアップしてもらえば、まあ、チェックしてチェック方法を教えますというふうに返事したんですけど、まあ、何度か聞いていただいた後なんでね、 いちいち先生のお手をわざらせてしまうのはんだか悪い気がしますというふうに返事が来たんですけど私が質問の返信に使う時間はほとんどの場合5分以内です遠慮は不要です会員さんは自分でどうやるのかなっていろいろ悩んだりあれこれやったりね調べたりすると30分1時間下手したらね数時間半日1日かかったりすることが多いんですけど私の場合は まあ、似たような質問をいただいてますんでね、えー、あこれかって言って、質問が来て返事をするというのに使う時間は、ほぼほぼ5分以内、まあ。パソコンの前に座っているときね質問してもらって、回答するスピードを見てもらうと分かるんですけど、5分以内っていうか、逆に1分以内、数十秒で回答できることが多いんで、まあ、だからね、えー、会員さんが、 1>, 1時間かけるとこ私に聞けばね質問を書いて、まあ、1分2分で質問を書けば、ねえー、返事が来ているとでその返事が来た通りすればいいんで、まあ、1時間節約できるってことになりますんでね、まあ、逆にそういうので、えー、本来の商品探しとか出品とかね、えー、そういうことをやる時間を取るのが、まあ、私のサポートのうまい使い方なんで、まあ、全然遠慮は不要ですで遠慮は不要なんですけど、まあ、例えばね その質問しっぱなしは自分がいつまでも、ね、覚えないとかわかんないとか、まあ、ずっと同じ質問をするのも気が引けるという場合は、逆に、うろ覚えでも間違っててもかまないんで、えー、商標をチェックしたい商品の URL、それとどうやってチェックしたか、でキーワードをチェックしたサイトの URL、どういう結論を出したか、これを報告してもらえば、ねあ、それでいいですよとか、ねあ、それ違います、これ出せますよとか、えー、これ出せませんという返事します。 でこうするとね、出品してまずい商品を出品するということはなくなります。また出品してもけることができる商品をパスしてしまうということがなくなります。例えば、もう商標登録に限りません。例えば価格下げた方がいいのか、上げていいのか、どの商品で、仕入れがいくらで,で、結論として自分は上げようと思うとか、下げようと思うと、返事してもらえばね、それで OK ですと、それでまずいですと。 なん、まあ、なら理由をね、えー、分かりやすい理由で混乱しないだろうなと思えば、その理由も書いて返事するという形にします。でそうすればね、えー、下げちゃまずい商品、値下げしたらね、せっかく見つけた商品なのに、焦って値下げしちゃったから儲かんない商品になっちゃったとか、逆にたくさん売れてたのにね、値上げしたから売れなくなっちゃったとか、いうことがなくなります、まあ。せっかくサポートを受けてるんですから、質問や報告はまめにしてください。 質問報告確認、ねこれ、たくさんする人の方が、あっきてスムーズに稼げてます、まあ、当たり前ですよね、そんじゃなきゃあのサポートの意味ないんで、あの本当にわかんないところだけ聞くとかいう使い方よりも、確認のためあのやるとか、報告するとかね、な、ま、ん、あ、だったかわかんない、なんか聞いたことあるし、なんとなくやり方調べりゃわかんないけど、調べるのめんどくさいから聞いちゃおうとか、そういうので全然構わないんで。 まあ私に聞けば5分で済むことをね、長い時間かけて悩んだり苦労する必要はありません。質問は気軽にしてください。アマゾン支社サポーター、堀秀夫でした。